アクション。ドゥルドゥルドゥルは、ドゥルドゥルドゥルは。可愛い顔して色白で、知恵が回って明るくて、笑い上手はいいけれど、派手ないたずらたまに傷。人が言うシュワシュービドゥワあくび娘は素敵な子ワドゥルドゥルドゥドゥワドゥルドゥルドゥドゥワ男勝りで素早くてパンチ強くてかっこよく抜け目ないのはいいけれど派手ないたずらたまに傷のことなのさ。シュワシュービドゥワあくび娘は素敵な子ドゥルドゥワ寒ちゃんさんまとフグマ王の話えっおお。一匹もかからないや。あんまりあったかいんで魚も昼寝してるんでごしゃりよ。きっと私もちょっと居眠りするでごしゃり。どうでもいいけどひどいいびきだな。こっちまで眠くなっちゃうよ。あらあら、かんちゃんもおとたまもねんねんしちゃってダメね。ほらやっとかかったな。お、これ本物らしいぞ。ねえ、だ貝じゃないか。チッ。あれ、口開いたぞ。なんだこりゃ。お、これはもしかしたら海底の宝物の地図かもしれないな。海賊が宝物を海の底に隠したっていうことあるからな。こりゃ大発見だ。おい魔王、起きろよ。なんでござり、せっかくいい気持ちで眠ってたのにさ。海底の宝のありかが分かったんだ。早速海底探検と行こうよ。またそんな夢みたいな話を本気にして、私はもう嫌でごじゃるよ。魔王、よく聞きなさい。お前は召使い、そしてこの僕がご主人である。召使いはご主人の頼みは絶対に聞かねばならぬ。分かったでしょ魔王ちゃん。ではやっていただきましょうか。またやりゃいいんでしょ。でもほんの少しだけですよ。それからどったの。じゃあやるでごじゃるよ。アラビンドビンブクブクビンチョッチョ。あれ、海の中だってのに息ができるよ。僕だけ浮いちゃう。もう浮いちゃう。どうするの。自分でやんなさいよ。くそ、クイックッと、はあ、びっくりしたな。もうでは魔王、宝物に向かって出発進行。調子いいよ。さすが魔法の力だ。きれいだわ。すごいな。いや、なんのなんの。この地図で行くと宝物はこの辺にあるんだぜ。あ、あれなんだ、宝のありかかもしれないぞ。確かこの辺で光ってたはずでごじゃるけど。ここは一体どの辺なんだろう。あ、それからどうしたの。カンちゃん、よくいらっしゃいました。あなた方をお待ちしていましたのよ。あれ、ユリコ
コちゃんにそっくりだ。何をびっくりした顔してるの？ゆっくり遊んでってくださいね。しないで心置きなく楽しんでください。私はあなたのような頼もしい男性を今までお待ちしてたのよ。それはまあ僕だって。まあなんて素敵なお姫ちゃんなんでしょう。なんだか私心配になってきたわ。綺麗だな。かんちゃんったら、見てばかりいないで一杯召し上がれ。ああ、僕お酒は飲めないんですもの。大丈夫よ、海底ジュースなのよ。ほら、魔王さんも美味しそうに飲んでるわ。ハンバーグは食べ放題、ジュースも飲み放題、しかもこんな可愛い子ちゃんがいるなんて、まるで夢みたいに。魔王のやつ調子に乗って、よし、僕も飲むぞ。ついでくれ。これもいい気持ちだ。カンちゃん、もうとたまもジュースなんかなんて酔っ払ってダメじゃないの。うるさい、ジュースを飲んでも、はあ、酔っ払うなんて初めてだよ。眠くなってきたな、なんだか。あら、かわいらしいツボね。ちょっと見せて。いや、これはそのちょっと、あら、そんな大切なものなの？ますます見たくなったわ。カンちゃんの大切なものね。じゃあ私がちゃんと預かっておいてあげるわ。へへへ、私もなんだか踊りたくなったでごじゃるよ。まあ素敵だわ、私魔王子様の踊り見たいわ。じゃあ踊ってくるでごじゃるからね。それで行ってきますよ。ってあらおじさま、そんな財布つけてるとせっかくかっこいいのダメなの。はい、そうじゃったな。が大切なもんでごじゃるからちゃんと持ってるでごじゃるよ。おじさま素敵。あのやつ調子ついてるな。よし、僕もかっこいいとこ見せて踊るぞ。だったのだって、ここに来てずいぶんになっちゃったのよ。おい、魔王、今日は何して遊ぼうか。ハンバーグも、それから海中見物も飽きたし、何するでごじゃるか。じゃあ今日もゆり姫たちと遊ぶとするか。魔王、お前。カンちゃん。それからどうした？ゆり姫さん。お姫さん。ねえお姫様、僕たちこんな魚みたいな姿になっちゃったんだよ。あの元に戻るの一体どうしたらいいんですか？おかしいでごじゃるな。どっか体でも悪いでごじゃるか。ゆり姫さん。ゆり姫ちゃん、どうしたんでごじゃる？虫歯でも痛むんでごじゃるかや？ねえゆり姫。我々を釣っては殺してしまう人間ども、お前たちはだんだん小魚になって我々に食われてしまうんだ。それからどうしたの？腹ペコでも泳げないでござるよ。魔王、僕たちどうすればいいの？完全に魚になってしまったんだよ。魔法の壺も財布もないでどうしようもないでござるよ、母ちゃん。どうすればいいんだよ。どうすりゃいいの？だってどうしようもないのよ。魔王があんまり深く潜りすぎるからいけないんだよ、大体。
に食われてしまうの。ね、まだ死にたくないでごじゃるよ。あれ、ハンバーグでごじゃる。俺かんちゃん、ハンバーグ俺見てよ。食べちゃいけないったら。いやもうダメ、ダメ、我慢できないから。うわやっとバカな魚がかかってくれたんだ。あ、パパ、パパじゃねごじゃる。ハンバーグを餌にしてみたらハンバーグを食べるバカな魚もいるんだな。それからそれから、ママが少しでも元気になるようにと思って生きのいい魚を釣ってきたよ。あなたにも心配かけて。本当にカンちゃんたら1ヶ月も帰らないなんてね。あ、ママだ。ママじゃ。まあ生きのいいお魚。ママ僕だよ、カンちゃんだよ。ただいま。ママ僕だってば。カンちゃんがいたらきっと大喜びするのにね。それは言わない約束じゃないか。そのうちひょっこり帰ってくるよ。ごめんなさい、つい。じゃあすぐ料理しましょう。さてどちらを先に料理しようかしら。ママ僕だ、僕だって。どっちも息がいいわね。じゃあ小さい方の魚からにしましょうか。何言うんだ、あなたの息子ですよ、カンちゃん。この魚涙なんか流してるぞ。まさか。何するの。ママ、ママ、カンちゃんですよ。この魚ったら往生際が悪いわね。何言ってんのよ、さっきから引いてるわよ。は、引いてるって。なんだボロ靴じゃな。カンちゃん下手ね。靴でよかったかいじゃなくて、もう海底探検はこりごりだよ。ナマオ、もうハンバーグたくさんなんですよ。もうダメ、もう殺す。追い出せ、ガリベン先生の話。えっ、おお。はい、出ました、来ました、あくびちゃん。あら、お呼びになったのどうなった。いやーだ、かんちゃんが勉強してるわ。どういう風の吹き回しかしら。かんちゃん、かんちゃん、眠気覚ましに遊びましょうよ。ねえ、かんちゃん、何して遊ぶ。あくび退屈。うるさい。勉強の邪魔すんな、出てけ。え、勉強してるの、驚き。そんなのほっといて遊びましょうよ。遊んでなんていられるもんか。ゆり子ちゃんは一生懸命勉強してんだぞ。ゆり子ちゃん、そうさ、しかも家庭教師の先生についてだ。僕も勉強しなきゃ仲間外れになっちゃうもんな。あー、それにしても僕にもあんな先生がいたらな。アメリカの大学を出たすごく上品な先生なんだ。かんちゃん、家庭教師ならうちにもいるじゃない。魔王のことかい。あれが家庭教師かよ。算数をすればガイ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 になるし、気が向くと一日中ガイ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 なんてやってるし、ハンバーグ食べるだけが特技なんだからな。あんなやつに勉強が教えられるかってんだ。僕はもう絶望だよ。まあひどい。それでもあくびちゃんの音たまよ。黙れ、勉強の邪魔だ。出て行きなさい。勝手に一人で遊びな。まあ、それからそれから、それからそれからったってガリベンのガンちゃんなんてかっこ悪いじゃない。いくらやってもよくなりっこないんだからさ。ほら、危ないじゃないか、気をつける。どうした？
のカンちゃんの言ってた先生ね。ゆりこちゃん、はい。あくびをしましたね。先生は見てないと思うでしょうけど、ちゃんとわかるんだんすよ。はい。ゆりこちゃんったら家庭教師の先生にいじめられてんだわ。よーし、それさあ、次の問題ができましてよ。こんなのは10分でできるはずです。やったんさいな。まあ、気取った先生、よし。そんなにあったかしら。でも10分で十分です。わあ、ひどい先生。それからどうしたの。あ、まあ、ゆり子ちゃんは苦しんでるのにひどいわ。よし、こんな先生うんと困らせてやる。でもどうしてピーナッツが急に私の…それからどうしたの。鉄砲で一羽撃ち落としたら何羽残りますか。そんなの優しいわ先生。4羽に決まってるわ。あら、そうかしらね。それ、ほら、何にも残んないでしょ。そんなのインチキだわ。あたしよ、ゆり子ちゃん。あくびちゃん、あの先生、勉強勉強ってゆり子ちゃんがかわいそうだから、ちょっといたずらしてやったの。まあ、さあ、もう勉強はよして遊びに行かないね。でもゆり子さん、問題できましたか。こんな問題、暗算でできなきゃダメですよ。しょうがありませんね。じゃあね、あのピアノの稽古でもしましょう。そうだわ。それからそれから。ではゆり子さん、いいわね。良い音楽は心を豊かにします。皆さんよく知っている乙女の祈り。祈る気持ちで参りましょう。あれ、ピンカレピンカピン。先生どうなさったの。それがね、変なのよ。私も知らなかったのよ、こんなに力があるの。それからどったの。次は理科の勉強。
勉強です。まずこれにこれを混ぜますね。これが石鹸の作り方ですよ。あらこの素晴らしい泡立ち。あれ、あ、泡が立ちすぎざんす。あはほほほ。それからどうしたの？悪夢のやつどっか行っちゃったけど、ゆり子ちゃん家に来てんじゃないかな。こんにちは。あれ誰もいないや。はあ、あーかんちゃん、いいところ来てくださったわ。これ見てよ、うち中泡だらけなの。さては悪夢の仕業だな。悪夢こら、かんちゃん、テレピンテレピンテレピン。まあ、大変です大変です、溺れちゃいますです。まあ私としたことがなんと。これがあの上品な先生。おやだ、今日はなんという日残暑。私の頭のコンピューターは完全に狂ってしまってオーバーヒート残す。ちょっと私冷やしてきます。あれ、出んの。じゃ、はい、ご主人、何のご用。挨拶なんかどうでもいいから、早いとこ水止めるチャンス。あ、はいでごじゃる。どれを回せば止まるでごじゃるかな。どれでもいいから回してやるでごじゃる。もう一度。いやー、熱いお湯ですよ。先生、なお、マークにもいい加減にしろ、もう。それからどうしたの。アクビにあんなこと言ったけど、お前を頼るしかないんだよ。いいんでごじゃるよ。でも家庭教師って辛いでごじゃるな。私もゆり子ちゃんとこの先生見習わなきゃ。あの先生なかなか厳しいでごじゃる。違うわ、おとたま。アクビ。今偵察してきたらね。勉強ばかりじゃコンピューターが故障するものね。遊びましょうね。はい先生。ほら、おい、は、どこい、は、よ、よ、は。というわけなの。そうか、じゃあ僕も今日は骨休み、遊んじゃおっと。あ、そうでごじゃるね。母ちゃん、ゆり子ちゃんと遊んでくるといいでごじゃる。オッケー、行ってきます。あくびも行こうって。そうはいかないでごじゃる。あくびは勉強もしないでいたずらばっかりしたから。あら、ビンドビンガリガリ弁中中。たまにはおとたまも厳しいんでごじゃるからね。勉強たこめら勉強めら。それからそれから、コマーシャルどうぞ。くしゃみ一つで呼ばれたからはそれが分かる。